ダイエットと聞いて思い浮かべるのは運動、筋トレ、食事制限、この3つだと思いますけれども、実はこれらダイエット初期には効率が悪いんです。ブレイントレーナーのたくまです。今日のテーマはダイエットしたいなら必ずこの部分を活性化させようというお話です。厳しい食事制限や激しい運動などでダイエット初期に挫折してしまったという方多いんじゃないでしょうか。そんな人にはここに注目してほしいです。それは基礎代謝です。基礎代謝というのは人間が何もしていなくても1日生きているだけで消費されるカロリーですけれども、実はなんと1日全体で消費されるカロリーの 60% は基礎代謝なんです。ですのでこの基礎代謝 60% を少しずつでも増やしていくことで何もしていなくてもダイエットが始まっていくということなんですね。ですのでダイエット初期で運動や筋トレがまだ習慣化できていない人、健康的に楽してダイエットしたいなという方には本当におすすめのポイントです。それでは基礎代謝の内訳を見ていこうと思うんですけれども、こちらは厚生労働省のホームページにあったグラフです。見ていただくと分かるんですけれども、骨格筋が一番多いですね。で、骨格筋というのはこの腕とか腰、背中、足などの体を、姿勢を維持するための筋肉ですね。ですのでダイエットをするために筋肉の量を増やして基礎代謝をアップする、これは実は間違ってはいません。しかしよく見てください。肝臓、腎臓、そして心臓、これらの内臓の消費エネルギーを合わせると38%、なんと4割近くになるんですね。ですので活性化させるべきは内臓です。ダイエット初期に内臓を活性化させることによって基礎代謝がより多くアップすることによってダイエットのいいスタートが切れます。では内臓を活性化させるポイントは何でしょうか。2つあります。1つは血行、1つは体温です。内臓の血行が悪くなってしまうと体全体の血行も悪くなり、新陳代謝が落ちていきます。そうすると自然と体全体での発熱量も減ってしまって体温が落ちてしまいますね。逆に内臓をよく活性化させて血行が良くなると体全体の気血循環が良くなり、その結果体温がもし1度上がったとすると、なんと消費カロリーは 13% もアップするんです。これは1時間ウォーキングするのと同じなんです。何もしなくてもこれが消費される、いいんじゃないでしょうかね。そのためには股関節や肩など体の中心に血液が戻っていくために通る部分ですね、ここをよくほぐしてあげて、また同時に内臓もよくほぐして気血循環が良くなって体温アップしていくのがポイントになります。今日は私がダイエットの初期から行っている簡単な運動、腸運動というものをご紹介したいと思います。座っても立っても寝転んでもすることができますが、今日は立って行います。足を肩幅に開き、手をこのようにお腹に当てます。そして下腹を出したり引っ込めたりします。ポイントはゆっくり大きく動かすことです。目安としては1セット100回で、慣れてくれば1日数セットを行うと良いでしょう。私も最初の3キロほどはこの体操で痩せました。しかしこの内臓を活性化させてダイエットをするという方法はあまり伸びしろはないんですね。ですのでたくさんダイエットをしたいとか、綺麗なウエスト、腹筋を作りたい、そういった方々は骨格筋を鍛えてより基礎代謝をアップしていくことがポイントになります。要は筋トレをしないといけないということですね。それについては後日また動画で紹介したいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。いかがでしたでしょうか。今日はダイエットしたいならこの部分を活性化してということでお話ししました。ぜひ皆さんも一緒に内臓を活性化させて基礎代謝をアップして、そして楽しく健康的に私と一緒にダイエットしていきましょう。